YouTube スペースジーナへようこ そ。はいはいはい、はい、ジーナやってきました。YouTube スペース、はい、はい、今回、まあ、第2弾コラボということでやっていくんですけども、はい、高西さんのですね、リフティングボールの動画を見て、はい、あのこれはちょっとですね仕事を張り込んでやろうと。うちのスタッフのサッカーちょっと得意なスタッフを、ね、連れてきました、はい、今日4人でリフティングボール対決しようかなと思います、はいはいはい、ですのでちょっとそちらの方のね対決を皆さん見ていただきたいなと。回数勝負にしましょうか。回数勝負にしましょうか。一発勝負。一発勝負ですよ。一発勝負。一発勝負です。じゃあ、藤原君が決まります。え？なんかコツとかあるんですか、これコツは。コツですか？はい。コツは、あの、ボールをよく見るってことと、うん、はい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 。足のどの辺に当たってるかっていうのを、それだと。この辺がいい。なるほどね。つま先を出てしまうと、あのボールが自分の方向に来るんですよ。やりにくくなるから、つま先はこういうふうに意識してやると上に出せる。ああ、なるほど。これ聞いて逆にできなくなりそう。めっちゃ向こうに来る。明日からみんなもそうですから。OK、OK、次回やってみましょう。ダメです、ダメです。一回勝負行きましょう。もうじゃあもう行きましょう。蹴った瞬間に行きましょう。よし、行きます。1、2、3、4回。右足しか使ってねえもん。はい、じゃあ行きますね。2、3、4。結局見ない。4回みたいな。あ、そっからね。こっから。あ、だから難しいっすよ。だから難しいっすよ。いや、いいっすよ。こっからでいいっすよ。上から、上から、上からでいいっすよ。もう、なんか桃使いたい気分。これ大丈夫かな。まあまあ、アドバイス動画で、ね、やっぱこうやって見ると、うんうん、安定感が全然違うのかなって。でもね、ボールが小さくてやりにくい、うん、すごい。そこがなんかやっぱリフティングボールの難しさですよね。おお、これが最初から絶対あの一回も使いますけどね。確かに、うまい、うまい、うまい。一発ではなかなかできないというかね。あ、下からにします。下からで、ね、下からが一番できないからします。じゃあ僕そんな言える立場じゃないけど。難しいな。お、5回。カメラの前だったよ。カメラのせいじゃダメなんですって、僕らが。おお、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 結構いきましたね、今。よしよしよし。期待してるよ。正確出ますね、やっぱね。オッケー。ということで西浦君が一番できなかったんで、今回罰ゲームじゃないですけどね、はい、はい、そういう彼にはもっと鍛えてもらおうということで、高西さんスペシャルトレーニングをちょっとね一人で受けてもらおうと思います。何しましょう、スペシャルトレーニングは。じゃあ懸垂いきましょうか。懸垂、はいはいはい、はい、ちょっとじゃあそちらを取っていきたいと思います。はい、じゃあワイドグリップでいきましょうか。はい、ここ乗っていいですか。はい、足後ろで組みましょう。え、ここですか。そうそうそう。いや、もうこの時点できついですけど。じゃあ、上がらなくなっても僕フォローしてあげますんで。頑張りましょう。行きましょうか。20回。20回。はい。用意スタート。頑張れ。1、2、2。頑張れ。頑張れ。
中あ、はい、はい、中はい、5 はい、6 8 はい、9はい、10、あと10回やー、はい、頑張れ、はい、2 3 3シビア5 6こっち笑ってんねんけどな1やめ8 9アイラストはい、OK はい見事20回できましたね素晴らしいこれはきつすぎる。はい、これきついですか。これ背中ですか、これは。背中ですよね。懸垂の場合はもうワイドにするか背中するかで来た方がいいです。ワイドはもうかなりきついんで。かなりきつい。はい。あきつい。このきつさは皆さん体験してみてください。一回懸垂でね。ワイドで。はい。でもサポートしてくれるともうラッキーでしょ。はい、ということでまさかこんな最後終わりになるとは思わなかったですが、はい、はい、あの今回はですね、特別に YouTube スペースジーナで、はい、高根さんと一緒に、リフティングボールプラス懸垂の動画を撮りましたはい、はい、ですので、ぜひぜひあのサッカー部の子もそうですしね、あのリフティングちょっと上手くなりたい方は一応参考にしていただけたらなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、以上です。